子シオティ難しい顔してるね。実はアイさんにお願いがあるんです。なになに？シオティの頼みならアイさん何でも聞いちゃうよ。そのアイさんの髪を触らせていただけませんか？実は前々からアイさんの髪が綺麗なので触ってみたくて。本当？めっちゃ嬉しい。どんどん触っちゃって。ありがとうございます。はあ、サラサラです。それにツヤツヤですっごくいい香りがします。ありがとう。神がかり的っしょ。髪だけに羨ましいです。やはりケアとかもされているんですか？大したことはしてないよ。寝る前に洗い流さないトリートメントを使ったり、ヘアアレンジするときにヘアオイルを使ったりするくらいかな。どんなトリートメントとヘアオイルを使っているのですか？ちょっと待ってね。スマホで検索してっと。これだよ。トリートメントもヘアオイルもこのシリーズを使ってるんだ。興味があるなら今度私が使ってるトリートメントやヘアオイルお試しで使ってみない？髪質によって合う合わないもあると思うし。いいんですか？もちろん。それじゃあ今度うちでお泊まり会しようよ。使い方とかも実際にやった方が分かりやすいと思うし。ぜひお願いします。私もスクールアイドルとしてアイさんのような美しいサラサラヘアを目指します。褒めすぎだよ。そんなことはありません。アイさんの髪は指通りも滑らかで、許されることならずっと触っていたいくらいですから。そんなに絶賛されるとさすがにアイさん恥ずかしいよ。